はい、皆さんこんにちは、ヒサです。今日の雑談は久しぶりにね、株とかニーサの話をしようかなって思うんですけども、今日なんですけども、日経平均株価が1000円ぐらい落ちたんですよ。この間からずっと落ち続けてて、4万円あった日経平均株価が3000円落ちて、今日3万7000いくらかなってるんですけども、かなりね、相場が荒れてるというかですね、まあ、それね、イラン・イラク情勢が悪化した戦争の状況によって日本の株が売られてるみたいなんですけども、まあ、実はね、私先日数時間の間に70万円ぐらい損したんですよ。最近この株の動きなんですけども、下がり基調になってるんですよ。それに伴って私の場合はね、アメリカの債券とかいろいろ買ってるんですけども、利下げをしないということで一気に70万円落ちたんですけども、なんやかんや理由つけて価格が落ちたり上がったりするんですよね。で、先ほど見たら今日いきなり30万円ぐらい持ってるやつが上がったんで、まあ、70万円損して30万上がったから今マイナス40万円なんですけども、今年入ってNISAやられてるかって絶対得してる人いないんじゃないですかね。去年の間にもう実は利益確定売りしてるんですよ。で、今回も4万円日経平均株価上がったんですけども、おそらくね、今3万7000じゃないですか。今後の見通しですけども、適当な予測になるんですけども、3万3000から3万5、6000ぐらいの間まで株価落ちると思うんですよ。なぜかというと、株の上がり具合が急激すぎた。で、だいたい3万3000ぐらいから急に日経平均株価上がり出したんですけども、おそらく外国人投資家がほぼほぼその日本の株を買い漁ってたんで、おそらく3万3000、5000、6000あたりまで落ちるんではないかなって思ったりします。ということでね、まあ初心者の方、そんなね、美味しい話はないですよ。株って結構ね、上がったり下がったり繰り返して、まあ、儲かる株があったり、買っても損しなかったり、買ってそのままずっと行っちゃったりする株とか、いろいろありますんで、ただ一度、4万円から3000、4000、5000落ちると、次戻すのに何年もかかっちゃうんですよね。果たして、またその4万円の水準に戻すかどうかっていうのはなかなかね、怪しい。なぜかというと、いつも何やかんや言って、株って落ちていくことが多いんですよ。だってそうじゃないですか。リーマンショックからですね、私、やっと去年、一昨年ぐらいに、回復させた。15年くらいかかってるんですよ、赤字を取り戻すのに。だからね、そんなに簡単に儲けれるような話ではないと思ったりします。でもね、いつかは株って上がっていくので、まあ、皆さんね、私みたいに70万円一気に損したとしても、あんまりね、全然気にならないですね。もう慣れてるというか、もう何とも思わないですね、まあ、それぐらいの気持ちで株ってやった方がいいと思います。ということで、今日のまとめなんですけども、まあ、株っていうのは上がったり下がったりしますんで、まあ、一喜一憂しないで、あんまりもう見ない方がいいと思うんですよ。一回買った株ってね、見ると売りたくなるじゃないですか。そんなことよりかもうほったらかしにする。そのうち回復するのを待つ。気になる方はもう損切りして売るしかないと思うんですよ。一時的なものかもしれませんので、よく状況を見つつ判断されることをお勧めします。ということでね、株についてもいい情報があればね、また皆さん、こちらのチャンネルでアップしていきたいと思いますので、バルクチャンネル、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。失礼した。あんまりね、気にしない方がいいですよ。私も全然気にしてませんので。